どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回は更新された裏庭、限界の音12をクリアした時の編成紹介と気をつけたことを解説していきたいと思います。星3クリアまでいろんな編成とか試しましたが、それについての使用感などもまとめています。また、今回の裏庭については、姫子が必須みたいなところがありますが、自分の方では姫子なしの方でもクリアできましたので、もしかしたら参考になるかと思います。戦闘中のポイントなどもなるべく伝えれればと思いますので、最後まで楽しんでもらえると嬉しいです。また、チャンネル登録などしてもらえますと、今後のモチベにつながりますので、応援してくれる方はぜひよろしくお願いします。それでは早速解説していきます。それではまず、今回のステージギミックと敵について話していきたいと思います。まずはステージギミックからです。今回クリアする上ではかなり大事な部分となります。今回の特徴としては、フーマンが各ウェーブやラウンド開始時に一体召喚されるようになっています。倒し損ねるとフィールドに留まります。もちろん逃げたりもします。ですが、こちらのフーマンは弱点撃破をすると即座に倒される特別仕様となっています。そのため弱点を用意するのはかなり大事というところになりますね。また、フーマンを倒した時に3つの効果を付与してもらえます。1つ目は 100% 行動アップですね。弱点撃破した味方が連続で攻撃ができるため、SP 管理をしながら活かしたい部分となります。今回は行動順がとにかく大事になりますので、フーマンを倒すことを挟む意識が大事というところになります。二つ目は攻撃力プラス 15% アップですね。撃破特攻には影響しないものとなりますが、持続編成を使用する際には恩恵を受けれる部分となります。今回の攻略には後半でロビンを使用しているので、バフの性能を伸ばすのに重宝している部分です。3つ目は撃破特攻プラス 30% です。前半で撃破編成を使用するので重要な火力源になります。今回の裏庭で撃破編成が活躍しやすいのはこのバフのおかげとなっています。フーマンを倒すことによって3つのバフがもらえますが、これが編成を固める要因だったりもしています。ここを意識して編成を考えていくっていうのが非常に大事です。続いては敵の詳細です。前半のウェーブ1では天神、金神、流魚が出てきます。いずれも雷と物理が弱点となっていますね。ただし、ウェーブ2ではアルジェンティとなっており、炎、氷、物理が弱点となります。盾に関しては物理が共通した弱点となっています。前半と後半でちょっと違うんですよね。フーマンの弱点に関しては物理と雷となっています。弱点に関してですが、かなり偏っていることもあり、弱点撃破を狙える物理キャラの採用が重要となります。また弱点撃破を狙うにしても今の物理アタッカーは人生削りが非常に難しいのでルアンを入れて補助する必要があるというところです。結構ルアンを入れるかどうかで変わってきましたね。行動制限デバフや連続攻撃による効果力などもありますので一人ずつ潰していくのが非常に大事な前半戦となります。続いて後半のウェーブ1ですが未来、過去、ミームの3体となっています。雷と炎が弱点となっています。ウェーブ2では現在未来過去となっており、炎が共通の弱点となっていますね。フーマンに関しては炎と雷が弱点となっており、配置で最初は必ず右側に並ぶので、未来と過去と共通した弱点を持っています。ここで大事になるのがウェーブ2に関してなんですけど、フーマンが一番右に出現するっていうのが肝になります。なので、共通弱点を持つ未来と過去をまとめて弱点撃破を狙うっていうのが非常に大事です。これができるかどうかで後半戦の戦いやすさが変わりますのでかなり大事ですね。倒し損ねると左側にフーマンが出てきて弱点がばらついてしまって大変になります。そこだけ注意です。それでは敵の詳細もわかりましたので実戦を見ながら今回の編成や注意点などについても解説していきたいと思います。それでは前半戦を見ていきましょう。前半の編成としてはブートヒルをメインとした撃破特攻編成で組んでます。フーマンを倒してバフを獲得したいのもありますので、人生削りを意識して組んでいます。まず1人目はブートヒルです。ブートヒルは同じ相手を攻撃することが多くなりますので、ノンケンにして火力をある程度出せるように調整しています。胴体のメインを HP にしてますが、攻撃力や会心にするよりかは防御や HP の方が安定感が上がったっていうのがありましたね。続いて調和主人公です。調和主人公は撃破特攻を 250% 近くにし速度を140以上に調整しています。今回の超撃破によるダメージ要因としているためなるべく速度は上げておきたいというところです。撃破特攻が漏れるなら多少は火力補助ができるのでこの辺りも大事ですね。
続いてルアンですが、こちらはプーマンをブートヒルの強化攻撃で始末するために編成に加えています。プーマンを1回の強化攻撃で倒せるかどうかでかなり差が出てきますので大事です。また単純に火力が上がる上に人生削りによる戦闘の組み立てが容易になるので、いるといないでは大きな差が出てきますね。最後はギャラガーです。回復と撃破特攻の火力アップ貢献として入れています。炎弱点は通りませんがバフが優秀というとこですね。ですが後半のアルジェンティー戦では少しでも弱点撃破をしたいので、炎属性のギャラガーがちょっと頑張れるというところはあります。後半戦に強いというのがありますね。この編成に関してはオートでもクリアは可能というところはありましたが、多少時間がかかるのとアルジェンティーの行動次第では全滅がよくあるという編成になりました。そのため手動が推奨となり、プーマンを倒すことによって得られる 100% 行動などをうまく活用していくことが重要となります。それでは戦闘の方もちょっと見ていきたいなと思います。まあ、残り1体というところですね。でここから結構ブートヒルの行動が重要となります。まあ、弱点がね物理しかないので、行動の順番を間違えると一気に状況が悪くなります。まあ、主人公に関しては通常攻撃も挟みながら SP を管理してもらいます。でなるべくブートヒルのライフは上げておきたいので、デバフ解除もしておいた方がいいです。でここなんですが、プーマンを先に潰します。でプーマン潰す理由としてはこの後行動で分かってくるんですけど、まず必殺技が溜まります。でこの必殺技を溜めて、まず半分近くを削ります。これルアンガイだとここまで削れないですね。でこの後大事なのがスキルなんですよね。この後スキルを使うともう一気に弱点撃破が狙えます。30万ダメも出ましたね。こんな感じで必殺技スキルっていう感じで弱点撃破ができれば一気にダメージを稼げるようになってますので、必殺技のタイミングは非常に大事です。場合によっては温存するっていうのもありですね。でその後は超撃破の反応があれば調和主人公とギャラガーで殴っていくっていうのが大事です。まあルアンに関しても超撃破の数値が上がっていますので、通常攻撃のダメージが出るようになってますね。はい、ということで無事倒せました。プーマンが出たらプーマン先に倒すのは本当大事ですね。でここなんですが、まず必殺技迷っているところです。ちょっとねアルジェンティー戦になるとねかなり大変なんで、でここはギャラガーの必殺技を使って人生削りをしていきます。でここでまず狙うべきは誰かなっていうところなんですが、ちょっとプーマンと立てて悩んでます。バリア張られるのもちょっとしんどいんでね。ですがまずプーマンでもう一回行動できるという風にやってます。ただ 100% 行動順アップなので必ず即行動ではないです。でここでスキルが足らなかったので切ります。でギャラが回ってきて回復ですね。とりあえずまず死なせないのが大事です。で超撃破があるうちは今みたいに削れますので結構大事ですね。でルアンに関しては即座に必殺技などを使って、まあ、高円錐の効果で SP 回復すると安定しやすくなりますね。でここバリア払えたんでも仕方ないですが、ちょっとギャラガーで攻撃するか回復するかというところです。ちょっとねルアンが心配なんですけど、ルアン何気に防御力2400あるので、まあ、後回しでもいいかなと思うんですけど、必殺技を貯めたかったんでスキルあえて使ってます。でここで撃破特攻を上げるために必殺技と、でブートヒレで立てを狙います。まあ、15万ぐらい出てバリアもゲットと。でここからは主人公が人生削りうまくできないので通常攻撃にしてます。これはもう通常攻撃ですね。でプーマが出てきましたので攻撃したいんですが、ちょっとギャラガを回復させます。まあ安定取りますね。でプーマに関しては通常攻撃で倒します。でこの後必殺技ですね。必殺技削ってこの後に強化攻撃と。ちょっとね SP がギリギリのところありましたが、これできるかどうかで全然変わってくるので、で残り1ミリなので通常攻撃で SP 回復します。まあいい感じになりましたね。で後半戦始まるんですが、氷雷っていうのも結構ばらつきがあるので盾を優先的で破壊するようにしたいと思います。まあ戦闘に参加できるのが敵5名なので、風魔が出てこない状態なんですよね。なのでできるだけ早めに1体倒したいところです。まあそれか弱点撃破を狙ってっていうところですね。
で、この前半戦に関してなんですけど、今回物理弱点というところでブートヒルを採用してます。じゃあ他のやつは試してないのかってことなんですが、アルジェンティに関してはこの編成で、まあ、主人公とアルジェンティを変えたりとかやってみたんですけど、思ったよりも火力が伸びなかったっていうのが正直です。というか人生削りがしきれないっていうところですね。特にプーマに対して弱かったなっていうのがあります。また撃破突破に関してもそんなに影響がない物理なので、まあ、アルジェンティだと、まあ、伸ばしきれなかったとか生かしきれなかったなっていうのがありましたね。でクラーラに関しても適性が高いんですが、自分の場合はうまくいきませんでした。正直なところ人生削りのタイミングが非常に難しくて、手動が大事だったのでこの辺り難しかったですね。それでは後半戦も見ていきましょう。後半の編成ですが、ユミとケイナイフンを活用した編成でいきます。ロビンの必殺技とケイナイフンが結構規模になりますね。まずユミに関してですが、持ち公演数を装備してなるべく必殺技のチャージを貯めたいところになります。ない場合はちょっと差が出るかなという部分ですね。雷弱点をうまく利用したいっていうのもありますので、フーマンと未来と過去を中心にスキルで狙っていきます。この3人に関してですが、並び的に横並びになりますので狙いやすいのがいいですね。続いて経内粉ですが、獲物の視線を装備してなるべく効果命中を持って確実に読みのポイントを上げれるようにしています。また今回の人生削り担当となるため、なるべくプーマンと現在をバランスよく削っていくのが大事となります。姫子を持っている方はこの枠が姫子になることもあるんじゃないかなというところですね。続いてアベンチリンです。この枠に関しては頬でもクリア可能でした。ただアベンチリンの場合、虚数弱点で現在と過去が狙えるのがいい点と言えます。もちろん待機枠というところですが、レベル75でも十分なくらい効果を発揮できましたね。またマリアの効果抵抗が大事なので、切らさないようにするというのも大事です。最後はロビンです。ロビンについては速度型にしているので、なるべく EP を回復するようにしています。必殺技の再行動でヨミとケイナイフンの攻撃回数が変わるため、ターン数に影響する部分となります。意外と大事なキャラクターです。この編成の場合なんですが、アベンチリンの効果抵抗がどれくらい発動するかによって遅延の差が変わってきます。これができないとターン短縮できないので、かなり辛くなりますね。またケイナイフンのスキルが肝となりますので、場合によってはロビンはスキルなしで行動を続けるのが大事になります。なんとかして必殺技を貯めるっていう感じになります。またこの編成に関しては SP 管理が非常に難しい編成なので、こちらも手動でプレイすると安定しやすかったっていうのがありますね。それでは戦闘の方を見ていきたいと思います。まあ、K ナイフがちょうど必殺技貯まりましたね。 K ナイフに関しては必殺技とスキルはガンガン使った方がいいです。で、予備もここでスキルを使っていますが、後半戦に向けてスキルを使ったというところですね。で、ロビンはなるべく通常攻撃していきます。スキルに関してはよっぽど SP がない限りは使わないですね。で、ここで SP を温存できそうだったので通常攻撃してます。まあ、ただこれがねちょっとあまり良くない結果になるんですが、とりあえずここで必殺技を使っていい数値の目が出るように祈ります。あ、出ましたね。こうなるとバリアがちょっと晴れますので、経内風が長生きできます。ここもちょっと攻撃甘かったですが、まあ SP 管理したかったので回復を優先としてます。まあできるだけウェーブ2に備えてるっていう状況ですね。で、ここは読みの必殺技を貯めたかったのでスキルを使います。で、こうなると必殺技を一気に使えますので、どうしようかなってところです。で、ここで一番いいのはロビンが必殺技が溜まっているとより行動というか先手を打って相手の行動をさせないっていうこともできます。ここはちょっとまだターンの様子見てますね。右3体が炎弱点なので削ります。で、これにプーマンが倒れて再行動可能と。で、ここで読みに必殺技を使ってもらいます。ポイントがね、もう3つ溜まってしまってたんでね、ここは使ってもらいます。で、経内粉通常攻撃で SP 溜めて、でアベンチュリンがちょっと悩んでますが、通常攻撃でロビンにします。まあ一回攻撃すれば自分のスキル分が溜まりますんでね。今みたいにできるだけ味方が行動し終わった後にロビンの必殺技を使うのが大事です。これで行動回数が増えますんでね、大事ですね。
で、ここは無理せず通常攻撃で人生削りをします。で、ここはあえて必殺技使いますね。一気にダメージ削りたいのと、予備の必殺技発動したかったのがあります。まあ、ただまだこれでは倒しきれないラインですね。で、スキル使います。圏内粉のね、防御が低いのでバリアは必須なんで、ここは安定を取っていきます。もう一度はるかちょっと悩んでたところですね。まあ、こんな感じで風魔の弱点をつきながら真ん中3体も削ってっていう風にしてます。で、今風魔狙わなかったのは真ん中3体削っておいていつでも倒せるようにしてるためですね。一気にね、ダメージ稼いでくるんでね、ここら辺はなかなか難しいところかなと思います。で、残り 1% ですが、これでうまく削れるかっていうところですね。稼げましたね。で、ただ今回に関しては弓の必殺技とか溜まってなかったんで、ちょっとタイミング的には悪い感じになってます。では後半戦ですね。後半戦なんですけど、まあ、弱点見てもらうといいんですが、左側に炎さん、まあプーマを入れたら4人で、雷弱点は右3人というふうに固まります。ただこのプーマンを右側で倒さないと左にプーマンが湧く得がありますので、結構弱点が狙いづらくなるんですね。今みたいな感じになります。こうなると弱点つくのがしんどくなるのが結構大変なので、まあ、弓の必殺技を有効活用する必要が出てきますね。まあ、そういった意味で弓を入れておきたいっていうのもありました。で、ここはプーマンを無理やり倒します。で、もう一度攻撃ができるようになるので、これでプーマンを殴って必殺技を貯める、とこういう風な行動で弓の必殺技を貯めれるので、まあ、かなりやりやすいなってことです。ここで高円錐の効果も生きてますね。では、他の編成について試したことの話もしていきたいと思います。まず持続編成に関してなんですが、雷弱点が多いので相性がいいのかなと思われるかもしれないですが、正直なところちょっと火力足りなかったです。で、思ったよりもターンがかかりました。撃破特攻の数値が上がるからとか、あの攻撃力が上がるから火力出そうっていうのがあるんですけど、単純に速度が足りなかったりとか、相手の方が行動回数が多くて SP 消費とのバランスが悪くてダメだったっていうのがありましたね。それよりか前半の方がまだ適性高かったような感じがします。その他に炎特化編成ですね、姫子を抜いたトパーズ、ケイナイフン、ロビン、ギャラガっていう編成とかでやってみたりとかしたんですけど、結構難しかったですね。正直ケイナイフンの確かに削りは強いんですけど、結局人生削りした後に火力を出さないといけなくなるんで、誰で出すかっていう話になるんですよね。で、そう考えた時にやっぱ読み寄りが劣るので、火力の面ではかなりきつかったかなと思います。ここに関してはホタルが実装されたりとかするとめちゃくちゃダメージ出してくれそうな気がするんで、そういった心配はなくなるのかなと思いますが、正直この特化の編成だと難しかったなって思います。まあ、ギャラガーも後半に使うよりかは前半の撃破特攻で使った方が安定してたので、そっちの方が良かったかなっていうところですね。まあ、その他に編成もいろいろ試してみましたが、弱点の相性的に炎がいないと辛いです。追加攻撃編成も別に悪くはないんですけど、一人一人に対してどんどん人生を削るっていう風になるので、ちょっとその部分がね、結構辛かったなと思います。雷の追加攻撃特化のキャラがいればまた変わったかもしれないですけどね、そこがないので今回辛かったなというところです。じゃあ話は戻して、戦闘の方見ていきたいと思います。残り半分切ってますね。で、ロビン行動で再行動したので、まあ倒したいなというところです。必殺技がどんくらい削れるかですね、これがね。まあ、ギリギリ残るかなーってところ。53万出ました。で、ヨミがもう一度行動できるので、スキルを使って撃破というふうになります。まあ、攻撃力がアップしている分、ダメージも出たっていうところですね。で、ターンとしては残り21ターンというところでクリアとなりました。正直、姫子がいないら十分なターン数かなと思ってます。というか、他の編成だともう十何ターンまで使って、全然クリアできなかったので、これでもかなりの短縮になりましたね。で、今回のウラニアに関してはイミックの利用がかなり大事でした。今までそこまで気にしなくてもクリアってできたんですけど、今回は特に大事でしたね。まあ、撃破寄りのギミックになっていたのが理由かなと思います。
で今回のギミックに関してなんですが、プーマンをいつ倒すかによって行動順アップの恩恵が受けれますので、これがかなりのポイントになるかなと思います。そこを意識してから手動でもある程度クリアができるようになりましたので、その点に気をつけてみてください。オートだとプーマンの優先度って結構落ちるので、なかなか大変かなと思います。なので手動で狙えるなら手動をやっていくっていうのが大事かなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。